いつもマリーはじめチャンネルをご視聴くださいましてありがとうございます。かな先生です。本日はタイトルの通り、このチャンネルの今後についてお話し差し上げたいと思い動画を撮っています。先週、まなみ先生卒業という動画を上げました。もちろん動画の中でも言っている通り、まなみ先生が卒業したことは事実です。で、あの動画では、まあ、なるべくしんみりしないようにしたいねということで、まあ、明るく、こう、まあ、さらーっとした感じで動画を撮ったんですけれども、改めて、まあ、どのような経緯で、そのような結論に至ったのか、そして今後どうしていくか、というのを、今回はじっくりお話ししていきたいかなと思います。このチャンネルは、もう丸3年になるんですね、始まってから。コロナとともにスタートして、今、丸3年となります。もう一番最初は本当に手探りのね、状態で始めたところから、今はもう4万人を超えるチャンネル登録者の方にご登録いただいていて、身の引き締まる思いで、このチャンネルを運営しています。で、もともとですね、このチャンネルは、最初から見てくださってる方は、馴染みがあるかと思うんですけれども、鈴木バイオリン教本の解説、一曲ずつね、解説っていう動画で始まったわけなんです。私とばんちゃん元大学の先輩と後輩っていう関係だったんですけれども、私のバイオリンスクール、まあ、運営しているバイオリンスクールが、まあ、3年前ですね、どうしてもこう私一人では生徒を見切れなくなってしまってきて、でどなたか新しい先生に新しくね教えに来てくれないかなって思って、こうばんちゃんに声をかけて、ばんちゃんが私の教室で教えてくれたというのが、まあ、ぐっと距離が近づいたきっかけだったんですね。なんですが、ばんちゃんが私の教室で教え始めたその時期に、コロナが流行してですね、ばんちゃんにうちで勤務してもらっているにもかかわらず、体験レッスンできない。で、まあ、レッスン自体がね、もうそもそもできないっていう状態に陥って、まあ、すごく私も申し訳ない気持ちだったんですよね。なんか、お願いしたにもかかわらず、全然生徒増やしてあげられない。すごく歯がゆい思いだったんです。で、もちろんその当時、私も、ばんちゃんも、演奏会の仕事が全部なくなってしまった。で、本当に毎日、何もしない。レッスンもできなかったわけですので、何もすることがない。お家のことしかね、することがない状況で、でも、自分の中で、その音楽を全くしない毎日を過ごす、このまま続けるっていうことが、まあ、考えられなかったし、なんとかこう自分たちを表現できる場所がないか、人と対面しなくても何か発信できるんじゃないかと思って始めたのが、このバイオリンはじめチャンネルなんですね。いろんな動画出しました。鈴木バイオリン教本10巻全曲、1曲ずつ解説しているものとか、コントとかトークですね。いろんなゲストに来ていただいて、いろんな演奏しました。こう少しずつ状況が変わってきたというのが、昨年です。昨年ですね、私は4月に妊娠が発覚しました。妊娠をしたんです。で、つわりがものすごくひどくってですね、撮影が全くできなくなってしまったんです。で、それプラス、まあ、動画でも言っていたように、この YouTube チャンネルをきっかけに、ばんちゃんの生徒もものすごく増えてですね、今私の教室だいたい90人くらい、私の教室は生徒さんが来てくださっているんですが、そのうち2、30人はばんちゃんの生徒さんだったんですね。で、やっぱりその YouTube の撮影って、私たちの場合はですけど、まあ、ばんちゃんが、ここで勤務する曜日に、まあ、二人で時間を合わせて、じゃあ今日は何本撮ろうみたいな感じで決めてやってたんですけれども、まあ、私がつわりになって全く動けなくなってしまった。で、まあ、そもそもまあ、ばんちゃんも忙しくなったっていう状況があったんですよね。で、私の中でも、まあ、撮影ができないとなると、チャンネルの継続がすごく難しくなってくるわけなんですよ。ただ、私の中でまあチャンネルをやめる選択肢っていうのはその時なかったので、まあ、どうしようと思いながら、まあ、言えずにいたんです、ばんちゃんに。どうするって相談したいなっていうふうに言えなかったんですよね。で、そしたら、まあ、ばんちゃんの方から7月末ですかね、お互いスケジュールもね、合わなくなってきてるし、そしてばんちゃんも結婚して時間を作るのがすごく難しくなった。で、私は言うて、やっぱり自宅で撮影して、自宅で
生活して自宅でレッスンしている。でもバンちゃんはバンちゃんの自宅からここに移動してきてくれて撮影をするっていう中で、まあ、どうしても時間の使い方が難しくなってきてしまったと思うんです、彼女が。それそうですよね。だってお家のこともしなくちゃいけないし、自分の練習だってある、生徒さんだっている、さらにここに来て撮影ってすごく重労働だったと思うんですよ。で、まあ、そういう経緯があって、まあ、バンちゃんの方から7月末にYouTube チャンネルを卒業したいというお話を LINE でいただきました。で、まあ、もちろんね、私最初すごくびっくりしたんです。あ、そうなんだみたいな。ただ私は引き止めはしませんでした。時間を作るのが難しくなってるっていうことは明白だったし、やはりその全てのものそうですけど、永遠に続くものというのはないので、まあ、いつかこういう時が来るんじゃないかなと思いながらやってはいました。で、まあ、その、まあ、話があった時に、じゃあ、まあ、これぐらいの時期に卒業っていう動画を出そうかっていうことで話があって、先週の動画に至ります。なので、ワンちゃんが卒業するっていうことは実は7月ぐらいから決まっていました。で、その7月以降の動画に関してはですね、7月より前に撮りためていたものであったりとか、あと私がひたすらこう12月、まあ11月ぐらいからトークの動画を立て続けに出してたと思うんですけど、産休の間 YouTube チャンネルの運営を止めたくなくて一気に撮りためたものをひたすら出していたという感じなんです。で、もちろん私の感情としてはものすごいやっぱり喪失感があります。前回のコメントを見た時にも、皆さんからもう寂しいよっていうコメントをいただいて、もちろん私も同じ気持ちです。とても寂しいです。ですがやっぱりその自分がやりたいことにいつまでもね、彼女を引っ張ってるわけにもいかないですし、やっぱりまあいいきっかけなのかな、今後チャンネルをどうしていくかって考えるいいきっかけになったと思います。なのでもちろんこのチャンネルではバンちゃんには会えなくなるんですけれども、彼女に会いたいなとか彼女の近況を知りたいなって人はツイッターとかね、インスタグラム彼女やっているので、ぜひそちらチェックしてみてください。YouTube で、まあ、妊娠出産のことは話すつもりなかったんですが、これまでのね、経緯を話す上で必要だったのでお話ししました。で、今後の方針についてお話ししたいと思います。まず最初に、このチャンネルをやめる気は全くありません。言葉を選ばずに、あえて、まあちょっと、何その言い方って思われるかもしれない覚悟で言ってしまうと、ワンちゃんが辞めたからといってそれはバイオリン始めチャンネルを辞める理由には私にとってならないんですね。ワンちゃんがいてもいなくても私がこのチャンネルでやりたいこと、まだ実現できていないことが本当にたくさんあるんですね。いやいや、自己実現のバカいって、まあ、言われたらまあそうなんですけど、で、まああとは正直な話、もう本当の気持ちを話すと、私人生の中でバイオリン以外で1年以上長く続いたものが何一つないんですよね。自分がこう何か信念とか目標を持ってやり続けたものがバイオリン以外ないんです。もちろんね、ジムとか通ってましたよ。2、3年通ってたんだけど、それってその自分がやりたいこととか実現したいこととはまたちょっと違う。何よりこの視聴者さんに見てくださって、でコメントでいろいろ交流をしたりとか、YouTube 始める前にはお会いできなかった方たちと会えていると私思ってるんです。もはやこのチャンネルは私にとって仕事とか ただ単なる自己実現だけではなくて、もう私の人生の一つになっているんですね。じゃあ今後一人でやっていくのか、それとも誰か新しい方を迎えていくのかという話なんですが、バンちゃんがいてもいなくても、まあ、このチャンネルは続けていくと申し上げたものをですね、バンちゃんの代わりというのはいないと思っています。やっぱり魅力的なキャラクターを持っているのは彼女しかいないし、彼女と同じ人間はどこにもいないし、このチャンネルがここまで愛されるチャンネルになったのはもうひとえに彼女のおかげだと思っています。なのでワンちゃんの代わりに誰かとコンビを組むということは現時点では全く考えていません。今後ね、まあ、どういう動画を撮っていこうかなと改めて考えてみたんですが、まあ、ちょっとバンちゃんがいない以上、コント動画多分難しくなると思うんですよね。いや、まあ、一人コントできなくはないんですけど、やっぱ一人コントってすごく、まあ、ある種の難しさあるのと、まあ、ちょっと今、コントというよりは、もう少し、こう、インタビュー系の方向にフォーカスしていきたい。私自身もクラシック音楽のことをもっと知りたいジャンルたくさんあるんですよね。でいろんな演奏家をゲストにお迎えしてお話を伺うっていう、まあ、
動画、今までもたくさん出してるんですけど、まあ、そういう動画とか、まあ、トークの動画、私がまあハウツーですよね、そういう動画とか、まあ、一曲解説もね復活していきたいなと思っています。まあ、そういうインタビュー動画に関してはどなたかインタビュアーを、まあ、毎回違う音楽家別の方をお招きして、私ともう一人の音楽家がインタビュアーとなってゲストにお話を伺うっていう動画になると思います。どうしてもこうインタビュー動画ってこう1対1になると緊張感が出るではないですか。いやもちろんそういうインタビュー動画もオフィシャルな感じがしてすごく好きなんですけど、まあ、私が目指すのはもう少しバラエティよりライトな感じなので、もう少しこう砕けた雰囲気にしたいなと思った時に、まあ、私一人だとこうなんとなく、まあ、持ってるもともとのこうなんか、ね、雰囲気とかもあってこうあんまり一人で面白くできないんですよ。なので本当に今まで動画が面白かったのってもうバンちゃんのおかげでしかないって思うんですけれども、なのでもっとライトな雰囲気にするためにインタビュアー私ともう一人そしてゲストみたいな形にしていくと思います。もうなんならいや一緒にバイオリンはじめチャンネルで私と一緒にインタビュアーやりたいぜっていう方、インスタ、ツイッター、まあ、あとホームページとかから DM いただけるととっても嬉しいです。一曲解説、まあ、演奏系はもしかしたらその長男が保育園に入ってからかなと思っています。多分バイオリンの音にまだ慣れてないのかわからないんですけど、演奏すると、まあ、ほぼ 100% の確率で起きるんですよね。なので長男が保育園に行って撮影できる環境が整ったら一曲解説もどんどん復活していきたいかなと思っています。なので一曲解説で取り上げてほしい曲とかコメント欄にいただけるととっても嬉しいです。でもう一つはですね、育児はじめチャンネルというのを始めたいかなと思います。もうこれはサブチャンネルというかもう完全に別チャンネルという感じです。と私自身、まあ、出産妊娠非常に大きな経験だったんですが、このバイオリンはじめチャンネルにそのようなテーマを投稿することは考えていないです。このバイオリンはじめチャンネルって別に私の Vlog 私の生活を広げていくチャンネルではなくて、まあ、バイオリンのこととかそのクラシック音楽のことを発信していく動画なので、育児はじめチャンネルというのを解説します。で、まあ、こっちのねバイオリンはじめチャンネルは、まあ、一応その音大卒業したバイオリニストとして偉そうにいろいろ語ってるわけじゃないですか。なんですけど、まあ、育児はじめチャンネルの方ではもうかな先生っていう名前では全くなくて、中かな、上から読んでも下から読んでも中かなということで、もう育児の初心者として、まあ、今まで感じたこととか今感じてること、あと買ってよかったものとか、まあ、その育児とか、まあ、プライベートなことについて発信していくチャンネルを新しく開設したいと思います。私からのご報告は以上になります。精一杯今言えることをお伝えしたつもりなんですが、もし何かご質問があればぜひコメント欄でいただきたいのと、今後もバイオリンはじめチャンネルをご視聴くださいましたら大変嬉しく存じます。それでは今後ともよろしくお願いいたします。かな先生でした。またね。